2008年5月1日にダブリンで行われたアイルランド戦でのセルビア代表サッカーセルビア代表はセルビアサッカー協会によって編成されるセルビアのサッカーのナショナルチームである1992年から2003年までの同地域のナショナルチームに関してはサッカーセルビアモンテネグロ代表を1992年以前に関しては サッカーユーゴスラビア代表を参照すること。2006年5月、モンテネグロのセルビア・モンテネグロからの独立の宣言、同独立のセルビアからの承認、及び欧州連合をはじめとする国際社会の承認を経て、平和裏にモンテネグロの独立が達成され、1992年から継続してきた従来のセルビア・モンテネグロを解体した。 これに伴いサッカーのナショナルチームも分裂し、新たにセルビア代表が誕生した。ただし、モンテネグロの独立が成立したのは 2006FIFA ワールドカップ直前であったため、2006FIFA ワールドカップにはすでに消滅していた国家セルビアモンテネグロ代表として出場した。セルビアモンテネグロ代表の経歴はセルビア代表に継承された。このため、 セルビア・モンテネグロ代表として、すでに登録されていた UEFA 欧州選手権2008予選には、セルビア・モンテネグロが登録していたグループ A から出場した。同予選では、下位のカザフスタンに敗れるなど勝ち点を伸ばせず、ポーランド、ポルトガルに次ぐ3位となり、UEFA 欧州選手権2008本大会への出場を逃した。 この結果を受けて2006年7月からチームを率いていたスペイン人監督のハビエル・クレメンテが解任された。クレメンテの後任にはセルビア人監督であるミロスラブ・ジュキッチが就任したが成績不振のためわずか半年余りで解任。同じくセルビア人のラドミル・アンティッチが代表監督となり2010フィファワールドカップ出場を かけて、欧州予選にグループ7から出場した。同組は、フランス、ルーマニア、リトアニア、オーストリア、フェロー諸島であったが格上と思われたフランスを、上回る成績を残し、モンテネグロと分離して、以来初の本大会進出を決めた。本大会では、初戦のガーナ戦に0の1で敗戦したが、第2戦のドイツ戦では38分に、ミラン・ヨバノビッチの ボレーシュートで先制すると、その後も GK ブラディミル・ストイコビッチの活躍などもあって、ドイツの反撃を抑えて1から0で12年ぶりの勝利を収め、決勝トーナメント進出に望みをつないだ。しかし、第3戦のオーストラリア戦では、終始オーストラリアのリードを許す展開となると、終了間際に、マルコ・パンテリッチが1点を返すも1から2で敗戦し、1勝2敗で、 グループ4位となり、グループリーグでの敗退が決まった。ユーロ2012、ユーロ2016では、予選、2014FIFA ワールドカップは、欧州予選で、それぞれ敗退したが、2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、D 組1位となり2大会ぶりのワールドカップ出場を、決めた。本大会では、グループ E に入り、初戦のコスタリカ戦では1-0で勝利した。 だが、2戦目のスイス戦では先制したものの後に、逆転され、1から2で敗れた。3戦目のブラジル戦でも0の2と敗れ、1勝2敗の3位に、終わり、グループリーグ敗退となった。2021年2月20日現在、最多出場選手のブラニスラブ・イバノビッチ2019年9月12日、現在。なお、本記録は、ユーゴスラビア代表及びセルビア・モンテネグロ。 代表歴をも含む。水色は、現役代表選手最多得点選手のスティエパン・ボベク2019年9月12日、現在。なお、本記録は、ユーゴスラビア代表及びセルビア・モンテネグロ、代表歴をも含む。水色は、現役代表選手、ありがとうございます。